お疲れチャンスラットです。今日はですね、シーズンがね終わったということで新チャレンジが来ました。こちらバーバリアンランチャーチャレンジ、はい、こちらをね進めていきたいなと思います。でまあちょっといろいろ変わりましたね。バラン調整自体は変わってないんですけど、なんかこんな感じでね、絵がすごい可愛くなってますね。そうで、キャラクターはババだけかな、他は変わってないんですけども、このねバナーとか、どこで見れんだ、なんかバナーとかも新しくね出ました。はい、よいしょ。おい、どこで見れるんだ。さあこれですね、ホーム画面のこの右上の宝箱ですね。はい、こちらで新しくなんとまた16個のバナーが出ましたってことで、いやめっちゃいいな。個人的にこのアイスリザードのね、もうトドロキくんやんっちゅうのも可愛いし、この緑のなんかねゴブリンスタジアム的なゴブリンの小屋やん、これ可愛い。さあ激レアのねこのババとかもなんか覚醒してる感じでかっこいいし、お前もまたトドロキくんやんちゅうことで、ちょっといろいろ出ましたね。でポイントが200あるので、ちょっと引くか。いやもう外れ外れとか言って、さあにゃー、全然いらない、絶対使わない。さあエメラルドはちょっとさっきわざわざ課金したんですけども、さすがにこれ全部引くと前ね7000円目ぐらい使っちゃったんですよね。それはちょっときついので、さあ今日我慢してねこのバーバリアンランチャーチャレンジやっていくんですけども、これバーバリアンランチャーっていう新カードをね絶対使わないといけません。でこれはね迫撃砲で、迫撃砲の中からバーバリアンが出てくるよっていう、まあなんかコラ画像とかでもよく見たような、はい、そんなカードになっております。で個人的にキョスケムート入れとけばあと何とでもなるかなと思いましてね、なんかクエイク入れてホグとかでもいいかなと思ったんですけど、シンプルにこの迫撃砲から出るババがそこそこに優秀っていうか、結構高頻度でババを発射するんですよ。結構優秀なカードなんで、まあ、こいつだけでバブレランチャーだけで攻めはね可能かなというわけで、こちらでやってきます。正直ファイスピーはね最初なんかユーノでやったりだとか、まあ途中でアップリンしたりとかファイブにしたりとか、あーまあなんだろうね、リガーとかゴブドリとかでもいいんだけど、なんかまあぶっちゃけ何でもいいよねっていう。いやさ、もう本当にこれスタジアムですら可愛くなりました。でこれバーバリアンランチャー、これ見てください、これババが出るんですよ。でしかもこれ結構高頻度でババを出してくれるんで、なんだろうな、意外とタワーのターゲットのターゲット取ってくれたりだとか、痛い、なんかディガーのような役割してくれたりとか、まあ、結構有能なんですよね。まあ、だからこそ遠距離系はちょっと渋いね。例えばマジックアーチャーとかマスケとかはなんか普通にしばかれます。はい、飛んできたババにしばかれるんで、個人的にはもうおすすめしないかなっちゅう感じかな。さあバーバリアンランチャーも無限置いていくだけっすよね。まあ大砲部屋だったよね。でこういうのもファルチェのターゲット取ってくれると扱ってたよね。でこれまだバラン調整が来てないので、ファルチェの釜の距離は伸びたりはしてないですね。さあファルチェ大砲か、あーでも大砲とかもちょっと良さそうだな。ファイスピの枠大砲でもいいかもしれない、相手のね気づき。でもムートのねこれもついんだよ、ね、はい。でこれでババが飛んでくる。でこのババで意外と壊されちゃうんですけどね、後ろに下がっちゃう。でもこのババの生まれた瞬間の多分ねダメージみたいなのはないんですよね。ダメージっぽく表記されるんですけど、多分1ダメージも入らない、スケルトンですら解けないですね。よいしょ。さあもう無限にねこのランチャー置いていきます。これずっとこのステージなのかな、なんか可愛いけど、可愛いけど可愛すぎるっていうステージになってる。さあババが優秀ですよマジ、めちゃくちゃ出るかんなこれ、想像以上に。でこれ相手のタワーターゲット取ったら取っていいから、ずっと相手のタワーに飛んでいくんでね、もうそれだけでマジでボコボコに壊せるんだけど、ただただ飛んでいくババって感じかな。でもこの辺適当に回して、適当に回して、さあ着衣出して消えながらしばいて、これがもう痛いっすね。よいしょ。いや大砲さてはいいかもしれんな、ワンタイムミスってるけど大砲です、正解は。よいしょ。いやでもこれ無限に出るからなマジで。さあ防衛はもう苦しい。さあ一生出ますこれ、一生ババが出ます。飛んでけ、そうなってる。
ババ一生見ます。で、あとはマジこのキョスケブータ着衣コウモリぐらいがね、なんとかしてくれるんで、あとこのババもね、うぃ、下がりましたね。まあ、もう一回ターゲット取っちゃうと、もう無限にババ投げるんで、なんかこんなの、マジでなんだっけ、ハッピー砲の中からキョスケが出るとか、墓石の中からキョスケが出るんだっけ、なんかあったよね。ドズさんとかがなんか昔すごいね、やってた気がするわ。まあなんか今までね、ありそうだった、ありそうでなかった、なんて言うんだろう、おふざけカードが今後も出てきそう。あ、このホーム画面すごい可愛い。すごいね。なんか優しいゲームになって急に。ね。めちゃくちゃゴブリンスタンプホレイレンダのゲームなんだけど、すごいなんか優しいゲームになりましたね。さあ、着衣白衣、まあここくらいまで一緒なんでしょうね、ほんとに。さ、無限にね、ババをお互い飛ばしまくって、いや、ムートこれマジ必須レベルじゃないですか。まあ、ムートあれば大砲いらねえかなっていう話ですけど、さあ相手もバルキリア着衣白衣同じようなデッキかもっすね。まあみんな似てくるっすよね。今回でも負けてもなんか何回かチャレンジやり直せるみたいな書いてなかった。なんなら罰だけ消してねみたいな。さあこれジョスキは間に合わなかったんで、やばい、これは間に合ったんだけど、年です。いやマジで2日くらいね、動画休んでもうたんすよね、おつらいことに。そう、謎に、マジで謎に体調壊して、僕でも毎年ちゃんと体調壊すんですよね。そう、病弱とかそういうわけではないんですけど、で今回に限ってはコロナでもなく陰性で、まあ、3回ぐらい検査したっすよ。本当かっつって、うん、全部しっかり陰性でしたから。なんて陰性でじゃあなんやねんって話なんですけど、まあだいぶ落ち着いたので、おもれえチャレンジ来てるやんちゅうことで攻略動画上げていきたいと思います。いやババ強い、ターゲット取ってくれてる。いやこれマジでこれやばいよね。一回ターゲット取ったら終わりみたいな、へばりついてる。でさ、こういうのは全部ムーとか着衣で守って、よいしょ、そのカードもおもろいけど個人的に結構好き。さあで無限に攻めましょう。ミニペクかな。おお、それね、出してもこれ飛んでっちゃうから。まあでもダメージが、召喚値ダメージこれね、すごいありそうでない。いやー、無限パラダイスだこれ。こっちに飛んでいくとか、これもう一生だけ取ってるから、これキモいな。いってらっしゃい。おい、めっちゃ飛んでくんだ。これだって何でもできるよこれ。この中身ミニペッカとかでもいいし、ペッカでもいいし、ゴーレムでもできる。なんならゴーレムのバカで中からペッカ2体出てる。もう何でもできちゃうよ、こういうチャレンジ。かわいいこのステージ。さあ10勝したらこのかわいいババちゃんね、すごいなんか原始時代のババみたいだね。ドットエッ、よろしく、いってらっしゃい。まあまあ、やばい、これタワーにだけ取られる。うまい、これもうめっちゃダメージ入っちゃうんですよ。もうしょうがないんでね、お互いそういうんです。これムーテ延命できたらでも熱い。なんなら俺の方が一本折ってみたいな。こんな簡単にタワー取れてもエリージャイアンちゅう話。コスト5でこれ、これさ、普通のモードで採用されないのかな。通常モードで、まあってもおかしくないぐらいの強さじゃない、なんかぶっ壊れではないよね多分。個人的に強いよね。でも強いけど、強いけどどうなの。だってムートとかにさ、バカ弱いしさ、さすがに強い方なのか。通常モードで採用されてもおかしくはないぐらいのなんか
ほどほどな強さな気がするんだけど、いやちょっと弱いか。この落下時のダメージがないのがね、スケとかで結局延命されたりして意味がないの。いやどうなんだろう。いや見とくだけはおもろい。クラロワあるある、なんか飛んでいくやつにさキャラいるといいよ。あのロケットのさ、なんて言うんだろう、あるじゃん、スターパワーみたいなんでエフェクトつくみたいな、あれねゴブリンが乗ってるんですよ、ロケット。そうロケット使う方とかわかると思うんですけど、使ってない方はちょっとね、あの見てほしい。ゴブリンがふーんってロケットとか飛んでくるんですけど、あれなんか見ててなんか気持ちいいし可愛いんですよね。それと同じで飛んでいくのはいいよ、可愛い。矢の雨とかにもなんかねスケルトンがこう乗ったりしてるみたいな、あればいいの。ピューって飛んでいくみたいな、エフクトもっといろいろねつけてほしい。さあ相手はさすがに諦め、タワーに竹取っちゃえばまあ簡単かなっていう。まあムートをマジ入れて結構高回転でランチャー置いとけば勝てそうな気はします。さあ、あと2勝。おーい、これちょっと待って、引こうぜ、頼む、アイスおじさん欲しい。あーちゃ、いや可愛いんだけどなんかちょっと違うな、タイプじゃねえな、エロザが足んねえな。さあランチャー置いてこ、ランチャーターゲット取ればもうワンパンだよ。おい、お、クエイクだ、初クエイクと当たったかもしれない、ちょいちょい行ったか。おお、さあゴリ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 対策してるぞこれ。俺は今回このランチャーを通そうっていう、まあランチャーでも真正面からね突っ込むデッキで、まあパターン B としてはもうランチャーが絶対ので、ランチャーだけをボコボコにするぞデッキはまあいるわけですよ。まあそれが今回の相手なのかもしんない、わかんないけど、そこにも勝っていくのがこのランチャー。よいしょ、おおすごい、ゴリラ対策されてる。よいしょ、まあまあまあ、でもこれお互いダメージ入んねえな。これスキキン迫撃テンプレだな、テンプレのヤダメだってことは、あとディガーかスケバレが入ってるっすね。あ、着いてよかったっすか、どっからどう見ても。さあ、いや、なんかおもろい。一生ここにいる。いいのか、これは。やばいやばいやばい。痛い。あ、もうスケルトンが。え、ってこれスケルトンいってもさ、殴られてんだね。これ、やばいね。やばい。スケルトンいってもこれ、絶対弾殴ってんだ、こいつ。え、めっちゃ強いじゃん。ちょっと待って、話がちげえ。ゴリゴリ、え、だからクエイクだったの、なんでクエイク、ヤナアメクエイクだったの。いやこれでも勝ちたいね、痛すぎ。うわー、やばいぞ、やばいが、まだ参る。相手ディガネーズ。え、でもクエイクがある。やばい。ちょ、待って、チャレンジで。バツイチをつけるのさすがになんか、良くない気がする。だが、しかし、もうきつい。ああ。ああ。そういうこともあるか。チャレンジで一罰をつけてしまう。余裕で無敗クリアですつーサムネをこっちは作ろうとしてんのによ。ああバーバリアランチャー、あれだな、マジ1回だけ取られたらやばいっす。さては激ヤバだったかもしれない。想像以上に入っちゃった、スケルトンとか横にいんなり見向きもしなかった。さあ一罰ついちゃう、まあそういうこともあるでしょう。さあバブレランチ、めっちゃおっと言ってくるじゃん、人気者か。
ケバレよいしょ、すごい光景だな、めっちゃ飛んでくる、え飛んできすぎ、なんかバブレルナッチは守りで使った方が優秀的な、何かさあ、あ、着衣、まあ、みんな似たようなデッキになってんの、よいしょーん。さからの、まあ、ランチャーは、迫撃で、ムートで、受けて、そう、めちゃくちゃ早めのグッドゲーム言われたんだ。もう一回防衛されるもんね、結局。まあ、まあまあ。いや、これでもいいやん。時間稼ぎできる。ババで。そう、これ、竹取れる。しかも。あーはー。めちゃくちゃいい防衛ランチャー。これでもディガーのね、役割してる。もう一発？なんとも言えないね。ランチャー。ランチャー、防衛。防衛、ランチャー優秀だね。何でも守れんじゃねこれマジ。さあまあ攻め、かつ防衛でおいて、ぶっ飛んでいく。これどうだろう、攻め通るかな、いやもう気合で通します。高回転で。相手が低めに来るなら、これも低めに、バカダメないんでね。この横とかにスケルトンいるの。優秀。よし。さあ、ババがすごい邪魔だ。ソルコーラ来ない。でかい。でかい。しかもこれバカダメねえからさ、近くに行っておきとく。ね。わ、すごい！なんだこれ。待って。マジキモ。キモすぎ、キモすぎ。キモすぎ！マジバックアダメないのか意味がわかんないよこれ。やばい。マジで何がどうなってんのかものすごいわかんないけど、違和感しかない。よし、さあ気づけば、気づけば超絶リードからの、いってらっしゃい。まあ、またババがいっぱい飛んでって、あの吹き矢とかも全部ねやってくれるんでね、これよいしょ。さあいいんじゃないでしょうか、ランチャータイム。やばい、このちっこいやつらが、いけ、え、めっちゃ強いやんマジこれ、あ、しかもこれバルキリーとかいてもタワーターゲットとか、よしよし、飛んでけ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 、いっぱい飛んでけ、一発、もう一発は、におい諦めた、危ねえな、まあ、危ねえわけではねえんだけど、なんかなかなかランチャー刺さればいいんだけど刺さんねえやん。さあ次勝ってスタンプゲットかな、もうムートは必須かな。なんかボーラーはね、なんかいたけど、ランチャーの馬場にこうタゲいってタゲいってタゲいってでね、あんまなんか優秀じゃなかったイメージがありますね。さあお気毒、まさかのなんか珍しい系統が来てるので一旦守ります。おお、マジで珍しいって言ってる。いや、一色の陸系強えな、マジ。ランチャー。近づけねえや、マジ。一発痛い。カウンターだ。いってらっしゃい。これマジっすよ。これ、ボーラー無能になるからな。無能なんで。手に取っちゃう。いいよ。やれ。発揮技法がボーラーに勝つ時代が来てる。
まあええやろ、ちょっといいね。次の私のランチャーをあなたはどうするんかいっちゅう話よね。ボルダ兄さん、一旦置いて、ザッピー、ああこれ全部ね、ドスコイ、これいいのか分かんない、すげえかわいそうだな、ババがめっちゃ飛ばされてる、走って壊されるマジで無限にババ産んでる、無限にババ産み、無限ババ生産機、なんかババへの扱いすごい雑っすね、かわいそうだね、ほらこんなんだよ、ババ活躍の場が少ないからってこんな感じで扱われてる。さあこれ残って、あー残ってほしかった、ババ生産機出して、マジで何がどうなってんのか分かんない、マジで俺高回転で置くしかできねえかんな、もう高回転で置いて、あなたも祈りよね、いや竹がそっち行くのマジで熱い、え、これ来たよね、さすがに、あは来た、ババタイム、いやそっちじゃねー、来た、タワーに、タワーにへばりついた、あーこれもう無理だ、あれ来たからのもう一体ジャンピー、いやーこれ強っ一回タワー、一回タワーに届いちゃうとちょっと危ないですね、これもし自分がされるとね。さあということで10勝、これマジで可愛いよなこのスタンプ。そしてなんかね、クララリーグの切符をつかめってことで、まさかの20勝チャレンジです、はい、20勝チャレンジが来るので、まあまだ20チャレもおすすめデッキとかで、ね、紹介できたらいいかなと思います。よければこのね、チャレンジ皆さんも頑張ってくださいってことで、お疲れ様でした。